thank <laughs> you 皆さんこんばんは。モーソンマックスビート、タイトルは決まらない。本日も始まりました。箱<う>田がよろしくお願いします。よろしくお願いします。富士さん、行きましょうか、ほんとだはい。京都志クラブとは。はいということで、もう、もはやもう、関西も飛び抜ける勢いの、この京都志クラブなんですが、ケイセ様のビジネス交流会、セミナー会、ビジネスマッチングを提供するバーでもあり、はい、さらには、京都で起業したい方へのインターネットテレビ、クラウドファンディング、高級なビジネスサロンを提供して みたいな史上最高のコミュニティを目指しているクラブでございます先週はですね6日お休みさせていただいて3日に放送して「歌あげ戦国ークアイドル」っていうのをやらせていただいて今週13日になるんですね今日はね。なので まああのいろんな活動こうやって選手みたいなことをしてたりいろいろまあ動いてるわけでボロボロやってるんですけどまあその中でねあの7月の末からファーボっていうまあクラウドファンディングの運営始めましてそれでまあ活動いろいろもうねすでに4つぐらいのプロジェクトが立ち上がったそうですねねえいろいろなことが動いてましてすごいその中であの僕らもまあ 先週お話した山崎さんにして、向松さんにしてもそうですけど、そうやっていろんなところを出向かしていただいてるんですけど、ファーボに関してはいろんな商工会さんですか、そうですね町の行政の方とか、いろいろとそういう NPO 法人さんとか、地域のそういう支援関係、そうですね、コワーキングスペース、この間だと、これ、名前出してあの某、某羽生協と。 ーハん京都さんであったりコワーキングスペースのこれ面白いんですコワーキングスペースの小脇さんとかすごいそれもネタにできますよね面白いんですよこれもすごいいい方なんです池田さんっていう方でねまたあのえっとね京都リサーチパークってあるじゃないですかありますね でおられる、うん、あの、町屋でね、お、うん、そう、いう同じような、スタジオみたいな、方、い田中さんという方に。ええ。 でまあ、まあそういうところでいろんな活動をして合ってるわけなんですけどいわゆるわれわれの方も結構、町の京都府下でもね、府下のね、はい、まあちょっと市内ではないところにお邪魔福知山も行きましたし、ねはいまあ、私の方もまも木津さんとかね、田辺,とかね田辺さんとかね、ねいろいろ行かせていただいて、お、はいね、聞きするとね、やっぱりお話するとね、はい、クラウドファンディング、かなり興味は持っておられるんですよ。でもどう生かそうかと。 なるほどですね。任てくださいとそうですねねあのクラウドファンディングってちょっとまあこれ規制がね若干緩くなったんでばっと増えたんですよ。でもやっぱりそういう出資法だったりとかそういうところの定職っていうのがまだまだあるんで今後多分大きくなっていったり行政が絡むことによってその活性化っていう部分とあとまあそういう。 いろんな規制が多分かかってきてもしかしたらこう認可制とかになっちゃうんじゃないかなみたいなそういうちょっとまあいい悪いは別として懸念するところもあるんですけどまあでもそういうことによってその年、うん、いった方なんかは、うん、あのちょっと安心される部分どうしてもあのね年いった方に、うん、これ年いった方って失礼ですけど <laughs> あの。 なんていうのかな、詐欺じゃないのみたいなね。見えないと。うん、なのでね、やっぱり考えるのはね、もっとね、若い子。出てこいと。本当出てきたいんですよ。<laughs> <ん>でも、相談するとこないし。 なので我々もそういうねこれからいろいろワークショップやるじゃないですかそこにもどんどんね若い子一人でも二人でもいいから飛び込んできてほしいですよねで僕たちファーボって言ってますけどファーボ京都って言ってますけどクラウドファンディング別にいっぱいいろんなとこがあってそこみんな使えばいいと思うんですねファーボにこだわらずファーボ京都にこだわらずもうどんどんそうやってみんながプロジェクトを成功させてくれることが僕たちの願いなのでそうですそうです。 そして、まあ、ここもあるよ、こういうプラットフォームあるよっていう勉強会に来てくれればいい、ね。絶対いいと思います。いいと思いますよね。でこ、あの、八月31日っていうで1回目、ね。で、一回目だったんで、また、ここ、どん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 、定期的にやっていって。うん、あの、勉強して、まあ、やって、広げていきたい。行きましょう。行きましょう。はい、もう先ほどのお話なんですけど、規制はね。あの、確かに大事ですけど。うん、それにとらわれてしまったら、やっぱりダメなんで。そうですね。 でやっぱり京都からもうどんどん発信したいのと、うん、京都に逆に目を向けるっていう二つのパターンをどんどんもう広げたい僕ら広げたいと思ってるし、その中でみんながこううわーって新しい風を吹かしたいですよね。うん,、うん、うんぜひぜひね今日ちょっと真面目な話しちゃいましたけど。かなり熱くなってますね。はい <laughs> あの <laughs> まあちょっと妄想も。 しなくちゃいけないでまた次あたりから次はもう妄想になりますよ妄想完全妄想またトイレとか言い出すんでしょそうそうそう変なことをねやっぱり言い出してそまあその辺とずっとやっていきたいんでファーボ教徒の勉強会とかもぜひぜひぜひ皆さん活用してくださいということでまたじゃあ来週につなげますかましょうそれでは皆さんさようなら